のお客様は、課金派も奏者と今日はご紹介させていただきます、はい、とっても可愛い草野ゆかかさんですこんにちは、呼んでいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございますもうね、あのゆかかさんのライブは行かせていただいて、はい、ありがとうございました。憧れてたんですよそんな風に言っていただいてもうとっても芸派もピアノもう本当にね憧れてて、今日ちょっと改めましてねこうやってお話ができるということで、はい、今日は嬉しい限りです。私も嬉しいです。ありがとうございます。でまあ、ありきたりなんですけども、はい、まあ、こう今日こう鍵盤ハーモニカというんですけれどもね、はい、あの子供の頃はよくピアニカとかメロディオンとか、ね、あそうですね、はい、あの小さい子供がやっていたんですけれども、はい、まあ、最近はこう大人の鍵盤ハーモニカということですごく、ね、まあ、人気になってきてるんですけれども、そうです、ね、まあ、この鍵盤ハーモニカを始められたきっかけみたいなのはどんな感じですかね。はい、私は幼少期から最初はクラシックピアノ、うん、そして大人になってからジャズピアノっていう感じで、はい、まあ、ピアノをやっていたんですけれども、うんうん、あのトゥーツ・シールマンスっていう、うん、あーハーモニカ奏者がいらっしゃいまして、うんうん、その音色が本当に好きになってすごく CD を聴いてたんですね、うん、でちょっと自分もリード楽器をやってみたいと思ったんですけれども、うんうん、まあ、今からクロマチックを始めるより、うん、私は鍵盤をやっていたので、うんうん、あ鍵盤ハーモニカという楽器があったじゃないと思って、うんうん、でまだその頃は鍵盤ハーモニカ
ていうのは、うん、教育楽器としてやっぱり認識されてたんですけども、そうですね、子供の頃ね、はい、うん、で引っ張り出してきてやってみたら本当に楽しくあったんですね、家になったんですね、はい、ありました、はい、それでまあ始めたんですけれども、うん、本格的な、まあ、鍵盤ハーモニカにやろうと思ったきっかけは、うんうん、また ある時私は交通事故にあったんですね。交通事故、はい、はい、でちょっとむち打ちから来る左手のしびれで半年間、うん、左腕が全く上がらなくなってしまったんです、でピアノのお仕事もできないし、できないですよね、もうそれはお仕事されてた時ですか。はい、もうピアニストとしてやっていたんですけれども、あ、これは困ったということで、うんうん、あ、そうだ、鍵盤ハーモニカは右手だけでも弾けますよね、うん、はい、ということで、ピアノをやったり、うん、鍵盤ハーモニカをやったりと、うん、より一層鍵盤ハーモニカに力を入れるようになりました。ああ、なるほど、はい、なんかちょうど良かったというと言い方が悪いですけれども、あ、そうですね、きっかけにはなりましたね、使えない、でも右手だったら使えるということで、はい、まあ、その時はいろいろね、そうですね、もちろん両手弾きっていう方法も鍵盤ハーモニカはできるんですけれども、うん、まず右手だけでできる楽器ということで、うんうん、はい、力を入れていきました。あ、なるほど、はい、じゃあその時にさらに腕を上げられたということで、そうですね、その頃からライブでも、うん、鍵盤ハーモニカだけのライブというのをだいたいやるようになってきました、うんうん、ね、はい、ハーモニカで吹く、普通はここでドレミをやらなきゃいけないけども、はい、せっかくこう鍵盤ができるから吹くっていうところでね、はい、やっぱりこの弾くっていう楽器とまたちょっとね違うわけですよね、はい、で音の表現みたいな、そうですね、うん、ピアノっていうのは減衰していく楽器なんですけれども、うん、音色が、うん、これは強弱が息でコントロールできる、うんうん、で高校時代にブラスバンドでバリトンサックスをやっていたので、あ、そうなんだ、はい、息を使う楽器の楽しさっていうのは、うん、こうなんとなく知っていて、うん、それもあってすごく楽しくなっていて、うんうん、でちょうどその交通事故の後ぐらいですかね、うん、まあ鈴木楽器、ヤマハ、うん、いろんなところから、うん、大人の鍵盤ハーモニカっていうのが発売されていって、うんうん、はい、またより一層楽しくなっていったっていう、そうですよね、はい、でどん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 もうハマっていきっていうことで、そうです ね、はい、結構奥深いですよね、奥深いですね、はい、本当に弾くだけでなく、この本当に息によってね、はい、こう本当に音の音色が変わりっていう、まあ、本当にハーモニカにも近いんだけれどもっていうところの中で、本当にね、多分、まあ、ちょっと挑戦しようかなと思う方がいたら、はい、この奥深さにもう惚れ込んでしまえばズル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 とこう、そうですね、ぜひやっていただきたいと思います、ね、楽器なんですね、で、はい、まあ、私もですね、この鍵盤ハーモニカの魅力っていうのはすごくこう分かってまして、やっていらっしゃいますよね、そうなんです、その前はですね、はい、でも音楽のプロデュースの、はい、をですねすごくこうねやってたので、はい、自分が演奏する暇がなく、はい、ずっとそういう方をこうお願いしてたんですね、はい、でいつも売りはよくあるこう子供の時にやったんですけど全然違いますからいっぺん聞いてくださいみたいな感じでライオンズさんとかね、はい、すごく受けましてね、そうですね、演奏者頼むと、はい、すがーみたいな感じがありまして、私も随分そういうパーティーに、ね、はい、演奏の機会をいただきまして、ね、だから本当に皆さんね、はい、驚かれるんですね、そうなんですよね、そうなんです、それでその顔がすごく嬉しくてですね、はい、でそういうご提案をいっぱいこうしてたんですね、はい、でも自分でやるってあんまりなかったんですけれども、はい、少し前にちょっとやってみようかなってやったら結構ハマり込みまして、私もちょっと演奏できるようになったというのが現状なんですけど、ね、楽しいですよね、ぜひいろんな方にやっていただきたいですね、はい、え、佐藤博文さんから草野さん元気そうなんて、ありがとうございます、あ、コメントいただいてるんですね、うん、そうなんです、他の方も全然どんどんですねチャットいただければ、はい、ご紹介できる方はしていきますのでどんどんお寄せくださいねっていうことなんです、お待ちしてますね、そうなんですよ ね、いいですね、このライブ発信というね、はい、生なんですね、はい、だからほとんど打ち合わせもなく今話してるって現状なんですけれども、はい、生です、ね、それがいいですね、はい、リアルでこう見ていただきます、そしてまたこのテレビ塔がすごく気持ちがいいですね、うん、でしょ、
しょ。これ晴れてたらもっともっといいんでしょうけど、うん、そうなん、今日ちょっとね、あの、はい、雨なのかちょっと曇ってますけれども、それもすごく綺麗にね、はい、景色が見えまして、こちらから生ライブ配信、ね、素晴らしいですね、はい、でいろんな方が出てるので本当に見てても楽しいですね、はい、そうですね、はい、もう、これで本当に1年半ぐらいやってきましたけれども、はい、本当にいろんな方に出ていただいて、これからももっともっとですね出ていただける番組になっていくと思いますので、ね、楽しみですね、そうなんですね、はい、で、名古屋でですね、私先ほど言った鍵盤ハーモニーに結構ハマり込んでしまいましたので、はい、まあ、一応プロデュース業という仕事がありますので、はい、なんと名古屋でですね初めての鍵ハモフェスティバルを主催いたします。そうですね、名古屋でやっとできますね、はい、やっとなんですね。実は2年ちょっと前にですね、はい、1回目をやろうということで予定しましたけれども、はい、コロナで中止をすることになりまして、ね、残念ながら今、再度挑戦をすることになりまして、はい、そのゲストにですね、はい、草野由佳子さんが来ていただける、はい、それから名古屋でもう大活躍の、ナタリーさん、はい、吉田恵那さん、はい、もうこの地区ではトップの鍵ハモの奏者に来ていただいてですね、もう名古屋で初めてなんですけど、もうフェスティバルなんですね。ね、お祭りですね。そうなんで、はい、そこでですね、一つ企画があるのは、はい、ぜひね、皆さんに鍵盤ハーモニカをぶら下げてきてもらおうと。あ、いいですね、お客様も。そうなんです、はい、これ電気いらないし、ここに肩に担いでくるだけでいいもんですから、そこも鍵ハモの魅力ですよね。はい、ぜひね、お持ちの方は電話じゃなくていいので、お持ちになってあとで一緒にね、はい、みんなでこうやったら楽しいなっていうのをちょっと企画しておりまして、ぜひ来ていただきたいです。そうなんですよ、6月3日金曜日になります、はいはい、場所はですね、金山の日本陶磁器会館、こちらですね。あ、そうですね、そちらにね、はい、2階にですね、サンモリッツというレストランがございます。約100人ぐらい入れる、とてもね、綺麗にリニューアルしたところですので、楽しみです。そこでですね、その企画することになっておりますので、はい、なんかすごく楽しみで、チケットに関しましては鈴木楽器の方のホームページを見ていただければ、そこからですね、はい、ネットから注文もしていただけますし、はい、まあ、地盤の方はチケット持ってますので、はい、ということでですね、それもできますので、ぜひ皆さんぜひぜひ、ね、いらしていただきたいなと思いますけれども、はい、やっぱりね、生で聞いてみないとこの良さはわからないと、はい、そうですね、ね、はい、ね、今日もなんか生で、はい、あ、これ持ってるだけですけどね。え、嘘です演奏していただけるということでね、はい、ちょうど、3月からですね、はい、こちらの会にですね、ストリートピアノということで、あ、こちらね、グランドピアノを置いたばかりなんですね、はい、わあ、素敵ですね、はい、午後の1時から5時まで結構たくさんの方がね、来てくださいまして、はい、こう自由に演奏していただけるストリートピアノをご用意しました、はい、そして今日は由佳子さんです。ということは鍵盤ハーモニカだけではちょっともったいないんですよ。そうですね、せっかくグランドピアノが、そうですね、はい、そうしたら一人でどうやって弾くのということになりますけれどもまあこういうことですね、ピアノと、はい、そうですねはい、そんなことができてね、はい、やっぱりどうだろう、メロディーのところがこう鍵盤ハーモニカでこう奏でるというと、はい、やっぱりピアノのちょっとメロディーとはまた違う表現ができますので、はい、とてもね、素敵な演奏になるかと思うんですけど、よろしいですか今日は。じゃあ少しだけ、ね、はい、なんですけれどもね、はい、まあ、こんな由佳子さんなんですけど、実は少し前大病されましてですね、そうですね、はい、元気そうってコメントいただいてますけれども、はい、昨年卵巣がんを発症して、はい、私はもう7ヶ月ぐらいほとんどベッドの上だったんですね、うん、そうなんですよね、はい、で大きな開腹手術をして、うん、抗がん剤治療を経て、うん、まだ髪の毛も生えておりませんけれども、うん、今日こうやって元気で呼んでいただいて、ね、はい、今日はこのね、本当に生ライブ配信してますので、はい、ファンの方もね、由佳子さんの元気な姿が見れて本当にね、喜んで見える方が見えるんじゃないかと思います。復活しました、復活しましたね、まあ、そんな大変な、ね、大病を乗り越えられて今またこうね、演奏活動に復帰されて、はい、とってもね、意欲的に頑張ってみますけど、どうですか、こう病気したあとっていうのは、はい、まあ、今までの人生があったと思いますけど、少しまあちょっとこう、はい、いろいろな考え、世界観も変わったと思うしというところで、その辺はいかがですか。
まあ、本当にそうですね、うん、自分はあの病気に縁がないと思っていたんですけれども、うんうん、あのまあ、年齢的にもちょっとチェックするということで検診に行ったら、まあ、卵巣の腫れが指摘されて、それから経過観察後に、うん、まあ、腹腔鏡手術で片方取ってみたら初めてがんだということが分かって、全く自覚症状のないがんっていうのは、うん、まあ、よく言われる膵臓とか卵巣とか、うんうん、よく言われるので、うん、もうぜひこれは皆さんに検診にまず行っていただきたいなっていうのがすごくお伝えしたいことですね、うんうん、あ、よかったんですね。じゃあ早期発見ということで、はい、おかげさまでステージも1C 期ということで比較的早期な発見ができまして、うんうんうん、こうやって約1年で復活ができました、はい、いつもね SNS でね病院の中からもね本当にそうですね、なったよって言ってね、はい、あの元気になるからねみたいな感じでね発信してみまして、はい、皆さんに応援していただいて、ね、はい、うん、今日本当にこの場にね、はい、あの来ていただいて、もう前から本当は来ていただきたいなと思ったんですけど、私もナコチューブに呼んでいただけたらすごく嬉しいなと思ってたの で、ね、でも、はい、本当にお病気の様子だったのでなかなかね声がかけられないという現状でしたけれども、はい、今日は本当に元気に来ていただきまして、しかも演奏もしていただけるということでドキドキします、ね、よろしくお願いしたいと思います。曲目は、はい、曲目はジャズのスタンダードナンバーで酒とバラの日々を、短めにお届けしたいと思います、はい、短めじゃなくてもいいんですよわかりました適当にやっていただければ大丈夫ですので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは準備の方をよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、ご準備をしていていただいている間にですね、はい、鍵盤ハーモニカというものなんですけれども、こういったものなんですけれども、いろいろね、まあ、種類はございますし、こちらがですねよくこうね、あの幼稚園小学校の時によく吹いたピアニカとか、これメロディオンというんですけれども、まあ、こうだったと思います。ゆりちゃんもやった昔やりなりましたよねということで皆さんやられたと思うんですけれども、まあ、この鍵盤ハーモニカが先ほど申したように大人の鍵盤ハーモニカということでですね、ヤマハさん鈴木さんからこう大人用にこう、発売をされまして、今結構ブームにはなってきております。ちょっと鍵盤ができる方だったらやってみていただけばいいと思うけど、これ触っただけではですね全然音出ないんですね。でそれがやっぱり吹くことによってという感じでこう吹けます。そして息の使い方、舌の使い方ですね、いろんな表現ができるというのがこの鍵盤ハーモニカですので、ぜひ今まで、ね、ご存知なかった方ね、挑戦していただければいいかなと思います。それでは準備の方ができましたので、はい、草野ゆか子さんによります、演奏をお楽しみいただきたいと思います。
次回ですね、5月15日のスペシャルチューブのお客様は、先ほど申し上げました6月3日のハイバンフェスティバルにもご出演いただけます、はいはい、ナタリーさんです。ナタリーさん面白いですよね。そうなんですよね。またこう違った演奏をね、はい、お聞きいただけると思いますので、はい、次回は ナタリーさんをゲストに、はい、お迎えすることになります。楽しみにしてます。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではスペシャルチューブのご覧の皆様、またごきげんよう。ごきげんよう。なんだって。